本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて本日はデジタル企画でございます。皆さんは普段スマートフォンの中にどのようなアプリをインストールされていますか？アプリといってもいろんな種類がありますよね。ゲームアプリもあれば、仕事の生産性効率を上げていく、そういったアプリもあるし、天気予報とか、あとはニュースなど情報収集のアプリなどもあります。なのでスマートフォンって本当に人のこの性格が出てくるというか、めちゃくちゃゲームアプリインストールされている方もいれば、全くゲームアプリがなくてニュースサイトばっかりある方もいたりします。ちなみに皆さんはどっちですか？僕はゲームアプリが少ない方なんですけれども、さて普段このチャンネルでは主にペンと紙を使ったスケジュール管理、タスク管理、思考整理の方法を解説していますが、アプリを使った方が時に便利なケースというのがもちろんあります。今日は数多くあるアプリの中からこちらのアプリを使いながら仕事の生産性や効率を簡単に上げていこうと思います。というわけで今回の企画はこちら、超速思考整理術 Google Keep 簡単テクニック。というわけで今回は久しぶりの登場、 Google Keep でございます。僕の大好きなメモアプリの一つなんですが、今日はこの Google Keep の中でも特に超基本的な機能のみにフォーカスして、大きく3つのカテゴリーに分けて、スケジュール管理からアイデアの深掘りまでテクニックを紹介していこうと思います。ぜひ今日はですね、皆様のスマートフォンの中に Google Keep をダウンロードしていただいて一緒に取り組んでいきましょう。それでは実践の前に、まずは Google Keep って何ぞやということで、インストール Android の方ですよね、されているけど使ったことがないという方、あとは iOS、iPhone を使っている方はそもそも純正アプリを使っているから Google Keep 使っていないんだよねという方いるかと思います。個人的には一番ちょっとリマインドとかメモをするには使い勝手のいいアプリなので、 iPhone 今使っていますが、純正のメモアプリではなく僕は Google Keep を未だに愛用しています。ちょっと画像出しておきますね。思いついたらいつでもメモということで、メモとかリスト、写真、音声をこの Google Keep というものに追加して保存することができます。便利なのはリマインダーの機能で、位置情報設定しておけば、例えば自分がですよ、何にしようかな、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ってお土産を買いたい、グッズが買いたいとなった時にですね、こちらのキープの中に買い物リストと位置情報さえ記録しておけば、自分がその場所に着いた瞬間にすぐにこの買い物リストというのを提案、表示してくれる機能があったりします。そして今日も触れていくんですけれども、色とかを簡単に変えたりすることができるので、たくさんの自分の仕事のタスクを色分けで仕分けしながら、かつ優先順位、場所の変更ができるので、一番最初に手をつけないといけないようなタスクを一番上段に持ってくるなど、紙や付箋ではめんどくさいような優先順位変更というのが簡単にすることができます。また検索機能というのもついているので、自分が過去にメモした内容とか思いついたアイデアのネタ、これを検索して情報を引っ張ってくるのも簡単です。とにかく操作性が非常にしやすくて、思いついた瞬間にパパッとメモができるというアプリでは、いろんなアプリ使ってきましたが、Keep が個人的にはナンバーワンですね。で、今日このキープの中で使っていく機能というのが、先ほどお話をした色変更ではなくて、チェックボックスを使っていく機能になっています。それでは実践ということで、 Google Keep を立ち上げていただくとこのような画面が出てきます。これは自分がメモをした、いわゆるこの新規ページじゃないけれども、トップページには自分が、メモをしている内容がずらりと並んでいます。今回は動画の中で使っていくテンプレートを並べているので、このような表示になっていますが、指で下にスクロールさせると、個人的に使っているような内容とかメモをしておいた画像みたいなものがこのように表示されています。ちょうどですね、過去の動画でも紹介したような内容を持ってきたので、
前回はですね、青色は頼まれ事で、この赤色というのは自分でやらないといけないみたいな仕事の4領域での解説で使用した色分けのメモというのが登場してきています。ただ、そこは使いません。今回皆様に使ってほしいのはですね、ちょうど画面にも表示されているメモの中にずらりと並ぶこのチェックボックスの機能をめちゃめちゃ使っていきます。ではチェックボックスの作り方なんですが、まず右下にあるプラスボタンを押していただくと、キープの中に新規ページ、新規メモを立ち上げることができます。タイトルにはお好きなタイトルをつけて、下のメモというところですね、ここに簡単にこのように文字を打ち込んでいくことができますね。ただ今回はこの文字を打ち込む際にですね、 iPhone であればこのキーボードのちょうど左上にプラスボタンがあります。このプラスボタンをタッチしていただくと、写真を撮る、画像を選択、図形とか録音、チェックボックスと出てきますね。この中にある一番下のチェックボックスを再度タッチしてください。これで今打ち込んでいるこの新規メモすべてがチェックボックスに変わりました。ほらタッチするとチェックボックスが出ましたよね。エンターキーちょっと押していくと、このようにどん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 チェックボックスを増やしていけます。チェックボックスの横には自分がしないといけないようなタスクをこのように打ち込んでいくことができます。通常であればこのタスク完了するとチェックボックスタッチするとこのように消し込むことができるので、メモというよりかはトゥードゥリストとして活用できるのがこの機能になっていますが、このチェックボックス機能はですね、タスクの消し込みはもちろんなんですけれども、個人的にめちゃめちゃ気に入っているのがこのチェックボックスの横にですね、クリリンの頭の上にあるようなマークありますよね。丸いのが6つ並んでますね。これもう見てわかる方いるかもしれませんが、任意のタスクチェックボックスのこのクリリンマークを押していただいて上にスライドさせると、これ順番を変えることができるんですよね。このような感じです。なので一番上にあったタスクを一番下に持ってくることもできるし、逆に3番目に持ってくることができます。そうなんです。これね、今まで付箋でやっていたようなブレストとか仕事の優先順位決めというのをチェックボックス機能を使ってしまえば、めちゃめちゃ簡単にアプリケーションの中で実施することができるんです。これがほんまに便利便利なんですね。ではこのスライド移動できる機能を使っていきながら、今から3つのおすすめのやり方を紹介していきます。それでは1つ目のおすすめのやり方はタイムスケジュール機能としての活用です。このようにですね、チェックボックスの横に今自分が管理したい時間を書いててください。普段の手帳のように1時間単位でも構わないし、30分単位でも構いません。最初だけ打つのめんどくさいかもしれませんが、一つテンプレートを作ってしまって、これ元データを複製して使うことができるので、例えば明日のスケジュール組みたいときはこれ複製、みたいに毎日複製しながら使っていくことができます。で、使い方自体は普段の Google カレンダーとかと同じような打ち込みの仕方ですよね。自分でその日発生する時間帯タッチして、そこに会議とか打ち合わせとかアポイントメント、あとは A 社にアポみたいに自分の予定を書いてください。まずこれをやるだけで Google Keep のこちらの画面を立ち上げると、何時に何をしないといけないのかが一目瞭然になりますよね。で、これ何がいいのかというと、ちょっと見ていただきたいのは8時より下いくつかチェックボックス並べていますよね。これは、何があるのかというのではなくて1日のトゥードリストを書いています。なのでこの時間には縛られないようなタスクというやつですよね。 A 君と例えば契約更新をする、週末の発注をしておく、 SNS の更新をするなどなどです。まあデイリータスクというものです。なので上の予定を見ながら、その日自分が何をしないといけないのかも簡単に消し込んでいくことが可能です。普段仕事をしているとどうしても頼まれ仕事というのが発生しがちです。上司とか同僚とか部下から K さんこれやっててと言われることがあります。全てが全てやる必要はありませんが、緊急度や重要度が高い場合はその日にやらないといけません。そういった場合はですね、
これ追加された増えたタスクのこのクリリンボタンを押しながら上にぐーっと持ってくると自分の空いている時間帯にこれスライドして持ってくることができます。なので割り振りされた仕事をですねどの時間帯枠にやっていけばいいのか上手に配置していくことができるのでやらないといけない仕事が増えた場合に必要なものは上段にあるタイムスケジュールのチェックボックスに持っていく、明日でいいような仕事とか特に緊急性が高くないものは下段のままに置いていくみたいに Google Keep ならではのこのやり方を使いながら1日のタイムスケジュールとかタスクを管理することができます。これ慣れてしまうとめちゃめちゃシンプルで見やすくなってきます。1日のスケジュールとトゥルー両方管理することができるのでよければ一度試してみてください。2つ目はタスクの細分化、業務棚卸しの時に使用できる技なんですけれども、よく動画の中でスケジュール管理で大事になってくるのはタスクの細分化っていうお話をしています。スケジュール管理が苦手な方って今日これやろうと決めているんですがその業務に対してのタスク細分化ができていないから結果作業工数把握ができずその日に完了できないということが多いです。例えば家族で1週間海外旅行に行くとなった場合きっと皆さん、それ1日でやろうとはしませんよね。お仕事とか家事があるから事前に準備をしていって出発前日の夜には完了させておきたいとかもう余裕を持って1日前には完了パッキング終わらせておきたい、これまさに仕事も同じで1泊2日の出張か4人で行く1週間の海外旅行ではプロジェクトの規模感が違うので準備期間も変わってきます。要は事前にどの日に何を準備しておくのか買い出ししておくのかが管理できないとドタバタしますよというお話です。これと同じで苦手な方ってこれタスク細分化ができません。なので今これ言ったみたいに例えばこちらのフォーマットを作ってしまってタイトルの部分にですね、何か書きましょう。先ほどの家族旅行の例えが分かりやすかったかもしれませんので4人で1週間ハワイ旅行というのをテーマにします。そしてこの下のチェックボックスには準備しないといけないようなことやらないといけないようなことをどんどん書き出していきます。こんな感じですね。子供の服を準備するとかパスポートの確認など様々なものが書かれています。これってきっと準備するときって皆さんお好きなアプリかメモ帳で書き出すと思うんですけれどもまずどんどん書いていってください。で、全部書き出した後に大事なのはこのクリリンマークを使いながら再び上へ下へとタスクを移動させていくんですよね。いろんな移動のさせ方があります。上段から順番に先に手をつけないといけないようなことを上段に持ってくるというやり方ですよね。例えばパスポートのチェックとかもそうかもしれません。優先順位別にスライドさせていくのも一つの技ですし各カテゴリーに分けてもいいかもしれません。例えばまずは僕に関するようなチェックリスト、次は嫁さん、そして次は子供みたいに分けてもいいかもしれません。何か旅行とかイベントごととか仕事のプロジェクトの準備するときって時系列順にタスクの細分化ってなかなかできません。僕もできないです。やはり何かノートにどんどん書き出しをしていくうちにあ、これも追加しておかないといけない、思い出してよかったみたいなことって四方八方から頭の中に入ってくるので出来上がった状態ってまだ結構めちゃめちゃなんですよね。買い物に行って献立買うときもそうかもしれません。ある程度自分の中で想定していたような具材は入れていけるんですけれどもお買い物している最中にあ、そうだあれなかったとかこれ買っとかないといけないみたいにその場で追加されるようなものって多いですよね。タスクの細分化も同じです。途中から増えてくるタスクというのがどんどんあるので、こういった上下スライド機能を使っていきながら優先順位であったり属性仕分けをすると後々チェックした時にめちゃめちゃ見やすくなります。まずは手をつける順番から細分化した場合はこれは1週目にやっておこう、これは2週目、これは3週目の月曜日と水曜日、木曜日に分けてやろうみたいにタイムスケジュールの落とし込みすることができます。業務の棚卸し、タスクの細分化が苦手な方はぜひこのやり方を使って管理してみてください。非常におすすめです。
そしてラスト3つ目のやり方はブレストでございます。2つ目の細分化と結構似ているんですけれども、何か仕事とかで企画を考えないといけない、グループメンバーで自分たちが担当している店舗の顧客サービスを上げないといけないから考えを出し合う、こういったブレストって仕事をしているとかなり多く発生するかと思います。そういったブレストをするときに超使えるのがこちらでございます。ブレストの場合はですね、もうまずテーマ、ブレストのテーマを書きます。例えば顧客サービスのアップについてのブレスト、もしメンバーでやる場合はですね、右下にあるマークを押していただくと共同編集者を追加することができるので、複数人でこちら編集していくことができますので、めちゃめちゃ便利になってきます。やり方はめちゃめちゃシンプルでございます。とりあえず今回のテーマであれば、顧客満足度を上げるためのサービスをとにかく思いつく限りどん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 打ち込んでいきます。共同編集者のメンバーがいる場合も同じです。するとこのチェックボックスの中には自分のアイディアとかメンバーのアイディア、しかもそのアイディアの中でも人にまつわることを、物にまつわることを、ことにまつわることみたいに様々な要素が溢れ出ると思います。じゃあもう予想できると思いますが、ある程度出し終わった後チェックボックス移動させていきましょう。おすすめのやり方は人、物、ことですね。まあ大体おおよそ3つのカテゴリーに分けていきます。人に関すること、物に関すること、そしてこと、3つに分けたら、その3つの中のチェックボックスもさらに移動させていきます。人に関するようなものの中でも、実際に実現可能なようなものから実現不可能なものまであるかと思うので、実現可能なものを上に持っていく。そうするとですね、上から読み返していくと、あ、これは人に関するアイディアで上からできて、ちょっとこれ難しそうだな、あ、これは物に関するものになったみたいに情報整理することができます。このチェックボックスごとに色を変えることができれば、人物こと分けて簡単にチェックすることができますが、 Google Keep にはそういった機能はありません。もし色変更も各カテゴリーでしたいとなった場合は、もう1枚のこのページで管理するのではなく、人用の例えばブレストは赤色ページを作る、物用に関するページは青色のページを作る、それぞれ独立したページの中にチェックボックス機能を持たせて管理するのがいいかと思います。あくまでも今回は一つのページで管理するやり方ですね。双方メリットデメリットございますので、お好きな方をぜひ試してみてください。はい、というわけで今回は Google Keep を使った3つのテクニック紹介しました。いかがでしたでしょうか。まあ、お父さんの秘密基地では極力難しい機能も、まあ、使う時もありますが、基本のテクニックを使っていきながら、誰でも簡単にこう使えるようなね、考え方というのを発信しております。今日紹介したやり方というのは、仕事のプロジェクトから毎日の献立、あとは子供の宿題の計画とか読書感想文など、そういったネタ出しの時にも使えますので、よければ家族全員で活用してみてください。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。